こちらが取り外した部品になります。絵になりますね。これがカムカバー。Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Just how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement. Just to make a statement. I know there's no状態良さそうですよね。こんな感じに一応ね仕分けしてます。ちなみにこちらがねオークションで落としたね部品になります。今からシリンダーヘッド分解していきます。燃焼室の状態としてはカーボンがかなり多いですけど、ヘッドガスケットが抜けて冷却水が侵入してるところ、そういうのはなさそう。綺麗とは言えないですけど、まあ状態はね悪くはないんじゃないかなって感じです。はい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 、取れましたね。それじゃあね、バルブリフターを取り外していきます。でバルブリフターはまあそれぞれねもちろん厚みが違うんで同じところに、ね、戻してあげる必要があります。なのでまあこのようなね感じで仕分けするねボックス作りました。これにね、順番にね仕分けしていきたいと思います。こちらのねマグネットピックアップバーを使っていきます。アストロプロダクツのやつです。こんな感じで取れるんで、こういう構造になってるんで、で液晶です。これあったら楽楽だね。次はねバルブを取り外していきます。はい、じゃあねストレートのバルブスプリングコンプレッサー、これを使ってバルブ外していきます。ポッターピンって言われるやつを外す工具です。まあ、外すっていうか、まあ、押し縮めて簡単にね外れるようにする工具ですね。今練習してたんでちょっともう一回使っちゃったんですけど、このような工具になります。ロック機構が両端についてて、これでね引いたり固定したりができるようになってます。こっちが2種類ねアダプターついてるんで、合う系の方をねひっくり返してね使ってください。ちなみにちっちゃい方ですね86は。上側をセットします。こっちが水平に当たってることを確認できたら、次下側をねこう縮めすぎると多分スプリングが縮みすぎてあんま良くないと思うんですよね。これコッターピン、はい、こんな感じに入ってるんで抜いてください。よいしょ。はい、こんな感じでね。コッターピン外しちゃってください。中に溝が入っ、溝というか段差があって、まあ軸のね、溝に入って固定されるって感じだと思います。ちっちゃ。でもこっちにはなくなるんで、このスプリングコンプレッサーを取れば、
バルブが多分落ちるんじゃないかな。このような部品とこのようなスプリングがね入ってました。でバルブをね抜きます。多分下側に押せば、あ、取れそう。あー、しかもスコスコだ。中にねバルブステムシールっていうのが入ってるんですけど、スコスコですね。全然保持されないですね。はい、こんな感じでバルブが取れちゃいます。きたねー。すっげーカーボンのカスが溜まってるね。でなんかスプリングも上下あるらしいですよ。この重なりが近い方が下らしいです。で上がねスプリングとかもろもろ部品を取ってあげて、これバルブを上からね押してあげると。じゃあ抜けます。スコスコ。うん、ステムシールスコスコだな。じゃあこれをねインテークエキゾースト合わせて16個ねやっていきます。めちゃめちゃスコスコやん。シール保持されない。バルブがね全て取れました。やっとですよ、バルブステムシール。エンジンをオーバーホールするね原因となったものが顔を出してます。これが劣化することによってオイル下がりになってしまいます。こういうネジザウルスとかでやるのがいいかもしれないですね。 できるだけ優しく掴んで揺さぶると、揺さぶったら徐々に上がってくるんで取れるまでやり続けると。はい、こんな感じで取れますね。径がね広がっちゃってるんだよね。でそれでスコスコなるから、こっからオイルが下がっちゃってオイル下がりになるっていうね。ヘッドの全状態完了しました。オイル交換ね、まみにしてたんで、だいぶ綺麗かなと思います。こっちもね、取り外した部品。